エアスピネル。ディープ後継馬マカヒキだろう。ロードクエスト。ハードレ。空気を読まない池添とロードクエストが来たら個人的には盛り上がる。ブスピネルの後方一騎。里のダイヤモンド。スピネルはスピネルでも。ってやつ聞きたい。福永の復活が一番だろ。ブスピネルかディープローテのマカヒキのどっちか。無敗の三冠馬の可能性があるダイヤモンドとマカヒキだよ。それ以外は盛り上がらない。史上最大人気を誇るディープの後継馬になりうる馬だからな。リオンが突き抜けて弟は大丈夫だと杉本清が実況。競馬イコールディープイコールノーザンイコール外人、これが現代競馬の資本だから。ネタの馬は出る幕がないし盛り上がらない。主吉スピネル。エアスピネルは強いメンコが揃う弥生賞にイサムエテ出てきたから結構好き。三強とエアスピネルならどれ買っても嬉しい。エアスピが勝って何で盛り上がるんだよアホか。17主吉が言ってるだけだからな。じゃあ紐あれしても現地はしらけるから。3強で馬券独占しかなくね。3強の中だったらリオンディーズ朝日杯と3冠無理勝ってもらいたい。内からディーマジェスティ。ダイヤモンドが勝ったらなんだよ化け物かよって感じになる。里大がノーステッキで抜け出したところにマカヒキが突っ込むもステッキ入った里大が馬最強。ディープと同じ道を歩んでるマカヒキか圧勝続きの里のダイヤモンド。それ以下は空気読んで寝てて。ジュエラーが勝ってダイヤモンドが勝ったらなんか面白いな。あの希望アダクテワーアダクテワー1071、そしてアダクテワーアダクテワー3コマヘト22。これだな。なんだかんだで豊かスピネルだね。久々のエア勝負服での陣一勝利だし、豊かマカヒキでもディープの再来で盛り上がると思うけど、マカヒキこそ豊かな。サツキ右里のダービー右リオン菊花賞右マカヒキが一番盛り上がるだろう。有馬か J3 で凱旋門取ったグラメンテと決戦とかならおぶり。里の勝つのが一番嫌だわ。復権の春到来です。アドマイヤー栄冠。ロードクエスト。いい加減里見に G1 取らせてもいい。金子とかキャロとかはもう飽きた。マカヒキディーマジェスティが勝ってシーンとなったら面白い。ありえないけど、今なら最七子が乗った馬だろうな。ロードクエスト。金亀やディープの子を差し置いて祭りだごっこが勝つとか胸熱。ハードレ。弥生賞みたいなガチガチ決着なら面白いんだけどね。人気ススキが絡んできたらダービーがつまらなくなる。スピネル以外の3強ならどれでも盛り上がるでしょ。スピネルは完全に格付けが済んでしまってるから勝っても展開のリア紛れで勝ってしまった感がある。サツキ賞ガチガチダービーマイナス1番人気が勝つも紐あれ、このパターンでお願いします。アドマイヤ大王